ごきげんよう、皆様。甲子園多次元ニュースの時間です。はい、セントラさん種族、今日はライオンズゲートです。エネルギーがとてもね、すごい強いっていうよりもすっきりしたエネルギーになってますね。はい、ゴールデンエイジを感じさせる、ホワイトゴールドでセントラスさんが今、シェイプを変えましたね。はーい、イエーイ遊んでくれて、おー、余計にゴールドを強くしてくれて、真ん中中央が ET の顔みたいになっていますよ。捉え方によって、違いますけど、感覚がね。でもとても綺麗なゴールド、ゴールドが強いセントラスさん種族の様相になっています。私には可愛い ET の顔にも見えますね。はーい、イエーイ、はーい、嬉しいですね。こんな綺麗なゴールドを、ホワイトゴールド見せてもらえると嬉しいです。本当、セントラスさん種族が見せるね、色具合ってね、その時によって変わっていて、とても素敵な時に素敵なんですよね。どの色も私は素敵だと思うんですけど、シルバーが強いホワイトシルバーの時も、あったかな、その時によってね。はい、いずれにしても魂を皆さん輝かせて中央にはい、そうですね、魂輝かせて、遊んでくれています。ありがとう。そういうね、今ね、そうやって魂が進化していく時でもあるし、それを選んでね、飛翔していこうとする方たちは、そのエネルギーの後押しがありますので、それを楽しんでいかれてくださいね。はい、5次元領域に入りつつあって、5次元密度になっている方や、まあ、マスターたちは11、13っていう、そういう次元におられるんで、はい、で ET 種族たちはね、それぞれ9次元とか、何次元なんだろう、いろんな次元がありますから。はーい、でも素敵、キャー、嬉しいですね。はーい、はい、今ちょっと、もう一度近づけて、はーい、他のエネルギーの意識体たちもこのようにいますね。やっぱりセントラスさん種族の、光が一番強いので違うんですよね。やっぱり一番強い様相です。はい、そして、他の窓辺のところにも行ってみます。一応ライオンズゲートの時なので、あ、今日は月はいないな、月の UFO が、出ていた時もあったんですけど、どういうこと、キャー、またそういう旗を作って見せてくれています。これね、作ってるんですよ意識体がね、これで、ね、上のね、旗みたいな感じの壁は作ってるんですよ、彼らが。信じられないでしょう。でも何でもできるから、ほらね、消えたでしょ、消えたでしょ、今見ました、そうなの、何
とか、そう、こういうことが起きていて、私は見ていたんですけども、本当にね、シフトするし、ものを形作って見せてくれたりとか、本当にね、いろんな意味で、高次元がリンクしてきていて、奇跡がね、なんていうのかな、現れては消えるっていうことね、周波数変えて、こうやって今 怒りのショーを見せてもくれてもいますけど、はい、ちょっと宇宙船の窓的な感じも見せてくれていて、面白い はい、今日、シリウス、ライオンズゲートがね、開いて、シリウスのエネルギーが強くなってきて、降り注いで、直立状態ですよね。太陽と、地球、はい、なので、今のような様子をね、見せてくれてるんですね。いないいないばあ、よくやってくれるんですよ、最近。で、ここもそうかな。なんか変な感じよね、この光も。はい、光のショーをね、してくれていますよ。今のを驚きました、なかなか。よくやってくれましたって。ましたっていう感じで遊んでくれたんですね。またパッて現れたりとか、それしないのかな。はい、もう十分おし、あの、はい、遊んでくれて、見せてくれて、ショーアップしてくれて。彼らも、それぞれに、私たちを楽しませようとして、そしてショーアップしてくれて、気づかせようともしてもいますね。はい、ありがとね。イエーイ、素晴らしい、素晴らしい。強いエネルギーがね、降り注いで、銀河と、これからね、地球がね、銀河人類としてね、グレードを上げていく時、地球人が、いろんな変容を、これからね、遂げていく上で、いろんなサポートをしてくれてるんですね、彼らがね。わー、すごい、素晴らしい、ゴールデンエイジを匂わせるようなね、感じさせるような、シリウスの方からのこの色は黄色が強いですね。とても H ですよね。H がとても大切になってくるしね。はい、スピリチュアリティを上げていくっていうことがとても大切になってくるんですよね。スピリチュアルって、人格、霊格だってサイババがおっしゃるんだけど、その部分ですよね。謙虚さも大切になってくるし、正直さ、魂の正直さっていうところでね、はい、素晴らしいね、高次元の光が、存在たちがね、こうやってね、来てくれてね、遊んでくれるんですよ。素晴らしい。けどね、こっちにもいる。こっちにもいるけど、今日はそんなに見せないかな。あ、ここもね、ゴールドを感じさせるような。色に変えてくれています。このオレンジもそうですよ。あ、ほら、消えたでしょ。いないいないばあするんですよ。遊んでくれるの。あ、消えた。またついた。はい、よくやってくれるんですけど、こちら
者の光ね、全部ね、ET しきたいたちが来ています。こちらもいますけど、何度かやってますけど、このね、そうですね、なので自分の周りをアヘと見回せばいますよ、皆さん。はい、ここもそうですね。気づいて、地球人の皆様って、銀河の存在たちがやってきているのを、それに気づいてくださいって、素直なね、子供のような心でね、見ていけば、周りがどんどん変わってきていることがわかるんですよね。こちらにも飛んでいる、ちょっと UFO が映ってるでしょうか。スペースシップが飛んでます。見えますか？3機ぐらい飛んでいますね。違うか。